40周年お土産何個一致できるかー。やったー。みんなのものをこんにちは、オルトムチャンネルのナイトです。応援ケイちゃんです。ワーワーということで、あれ、え、もう喋ったらダメだよ。そのルールでいくとなんでやねん。あ、まあ、ナルドもたまに言うからね。なんでやねんってなんでやねん。ナルドたまにちょっとね、めちゃめちゃグーフィーがボケるときある。そうそうそう。はい、ということでディズニーランドがなんと40周年ということでおめでとうございます。おめでとうございます。めでたいですね。オルタナと10周年と40周年で掛け合わせでちょっと企画をやりたいと思います。どういうことですか。掛け合わせ400周年ということで400周年です。足すとかじゃなくて、足すじゃなくて掛け算です。ただ、いろいろな関係でディズニーは一切今回映せません。掛け合わせてないじゃないですか。厳しい、全く厳しいようなもう何の変哲もない道路で撮影してるんですけど、はい、向こう側がディズニーなんで。そうなんですね、もう一切映せません、はい、ここは。今回はですね、5つのテーマでお土産を買ってきてもらいます、はいはい、そして兄弟ごとに何個一致できるかで、一致数が一番多かった兄弟がディズニーを、はい、で、一番少なかった兄弟が全額自腹で。おかしいでしょって、全員分の自腹でやってもらいたいと思います。振りすぎんなよこっちが。振りすぎ。行ってるじゃん俺ら。行ってるか。学生時代行ってたじゃんよく。全然別行動でしたよ。サークルでねディズニー行ってたんですけど、マジで一言も喋ってなかった。お気に入りの後輩とだけです。はい、サークルですね。そう、毎年ね、毎年行くんですよ。楽しい思い出があるんですよ。思い出そう、あの時思い出そう。そう、そうしたら行った。で、しかも TK 兄弟自信があると。ありますね、今回はもう。やってますし、ノージャンクの動画で。そうなんだよね、それがあるっていうね。まあなんで、うまい具合にちょっとね、散らしてもらって。いや、ダメじゃん。攻めてもらって。バチバチにはめに行きますよ。いやで、ナイト兄弟も全く会う自信がないっていうね。マジでないっすね。兄ちゃんとディズニー行った記憶が全くないんですけど。本当に家族で最後、小学生ぐらいじゃないですか。千葉なのに。そう、千葉だけで意外と行かないっていう。まあなので今回いくつ一致できるのかっていうのをやりたいんですけど、はい、テーマ発表したいと思います。はい、大事。そっか、テーマがあるっていうのはちょっとむずいですね。そうだね。これはそのテーマなしで自由に1万円分買ってみたいな感じだったよね。はい、あ、その中でいくつ一致するかみたいな。それで揃ってる方がすごくないよ。確かに。定番行きやすいんですよ。あー、確かに。なるほど。今回のテーマですね、まずカチューシャ。おー、あー、なるほど。いろんな種類のカチューシャありますからね。いますよ、今めちゃくちゃ種類が。うん。そして2つ目、40周年記念グッズ。おお、はいはいはい。これ視聴者様で結構何があるか知りたいと思うんで、確かにそれで買ってきてもらえればなと思います。そして続いてがミッキーといえば、ミッキーグッズ。ミッキーグッズ、ミッキーグッズ。そう、ミッキーが主役になってるグッズ。なるほど。で、一致させてもらうっていう。で、続いてが1000円以内のお菓子。お菓子、お菓子、お菓子も幅広いけど、そう、1000円以下だから。1000円以下結構絞られそう。そう、だこれはもうむしろ合わせられないとぐらい。確かに。なるほど。感じですね。そして最後が、これが一番もう種類少ないです、マグカップ。あー、マグカップ。難しそうですね、結構テーマ。軽くね、見たんだけど、でも種類が少ないの。1コーナーに6種類ぐらいしかないんで、合う確率は高い。はいはいはい。この以上5つでいくつ合うか。なるほど。結構テーマ聞く限り合うと結構すごいと思う。すごい。はい、これはね、奇跡になりますよ。むずいと思います。そう、じゃあ早速兄組弟組に分かれて買い出していきますか。はいはい。じゃあ兄からいきますか。はいはいはい。じゃあ行きましょう。いっぺんに買うんですよね、しかも。そう、いっぺんに今回買ってもらいます。徐々に行ったらね、最後マグカップ合いそうだなと思ったけど、なんかその好みとか見えて、いっぺんに買うのが難しいな。傾向がね、選択できないんだ。そう、まあじゃあちょっと兄組からいきましょう。お願いします。いきます、せーの、ゴー。見てくれてありがとう。ディズニートーク、ありがとうございます。ということでね、ディズニートークやっていきたいと思いますけれども、やっていきたいと思いますけれども、今宵もこのお時間がやってまいりました。オルタナ界のチップとデールとトモくんなんて言ってますけど、誰がディズニーキャラクターだよ。この不安定な感じやばいね。俺もいいの。そう、俺らもなんか滑り芸みたいな、3人滑り芸みたいな、最近こう確立しつつあるんで。そうかそうか。息滑り入れないとスイッチ入んない。そう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 、一回傷つくことによって立ち上がれるみたいな。筋肉と同じね。筋肉やっと、はい、今から超回復やっていきたいと思います。ということでね、ディズニートークですよ。ディズニーの思い出なんかありますかってことなんですけど、僕から言っていいですか。はい。あのさっき言ってた通り、渋谷さんが
木曜会 Z 時代、サークル時代にディズニーにみんなで行くっていうイベントが毎年あったんですよ。へえ、めっちゃいいじゃん。そうで、当時ですね、僕が1個上の女性の先輩のことを好きで、うん、それを1個上の先輩も分かってて、分かってるんだけど、前日にディズニーのさらに2個上の先輩と僕の好きだった女性の先輩が付き合ったんですよ。おっくん的にはディズニーでちょっとね、アプローチしようかなって思ってたら、そうで、ああそうかと思って、で、当日ディズニー行って、で、みんなで行動する時と、うん、ちょっと細かく分かれて、もう好きなアトラクション乗ろうぜみたいな、はいはいはい、小分けにするやつがあったんだけど、小分けにする時に3人半そのカップルと俺になりました。地獄じゃん。きっぷ。だからディズニーは嫌いです。それ結構地獄だね。だって向こうは2人でいたいはずじゃん。どうしたん、そんな最中は。1個アトラクション乗って、うん、無理すぎて他の3人グループに俺が入ったで、4人にして、もうでも絶対誰のためにもそっちの方がいいよね。まあそうだね、誰のためにも。だってアトラクション乗るのが3人だったら1人シングルライダーじゃん。そうそう、本当にきつすぎ。僕はもうディズニーには苦い思い出があります。苦いね。他ありますか、お二方ディズニーの苦い思い出。苦い思い出。苦い思い出か。あんまないんだから、ディズニー苦い思い出、本当は。あります。あるかい。お願いします。昔ね、うん、付き合ってた当時の彼女と、うん、ディズニーに旅行に行こうっていう計画をしてたんですね。広島に住んでる時にね。旅行になるもんね。はい。で、10ヶ月後、クリスマスにディズニー行こうって言って、俺毎月お金貯めてたんですけど、おお、浮気されました。うわっ、きつ。それはもうディズニーのせいでもなんでもない。なんだかんだね、お金出して、俺がお金出してディズニー行きましたけど。え、で、どうだった？浮気された人と行ったの？はい。うわ、楽しかった。ディズニーってすごい。いや、確かに。そんな状況さえひっくり返せる。夢の国。さあ、ここに来て苦い思い出に入れば作りましたけど。なんでしょうね。はい。だ、あれですね。はい。僕高校生の頃に初めてできた彼女とディズニー行ったんですけど、うん、はい、やっぱ高校生だから私服の知識があんまりなくて、はい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 、しかも俺坊主だったんですよ。そうだ、部活でね、坊主にさせられて、坊主のちょっと伸びたてで、うん、一番髪の毛ちょっとダサいわな。そう、そしたらなんか木のパン、ピシッとした木のパンに赤のチェックのシャツ着て、わあ、これもうザみたいな、真っ赤なプーマの靴履いて。今思い出すだけでめちゃくちゃ恥ずかしくて、無課金アカウントみたいな感じだもんな。よく付き合ってくれてましたねっていう感謝を伝えたい。この当時付き合ってた子に。それすらも楽しく見えるのがディズニーという。そうです。だからそういういろんな思い出が詰まってる場所という。素晴らしい場所ですね。じゃあちょっと兄のね、はい、ちょっと喋りすぎました。喋りすぎました。すみません、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。オルタナチャンネルということで、兄組買ってきました。イエーイ。さあ、どうでしたか。いやー、まあ激ムズですね。おっくんと行ったって言ってましたけど、記憶ないです。確かに、その毎年行くんだよね、サークルの時に、うん、新入生を連れてワイワイするっていうのが恒例で、ただ十数年前の記憶、うん、もう当時売ってたグッズも売ってるかどうか怪しいし。確かに10年前のグッズナイト兄弟は一つも合う気がしません。なんかやっぱ種類多いじゃん。多い。そうですね。そう、ミッキーとか言ってもいろんな数があるから、なんで一つでもあったら奇跡かなっていう。奇跡。もう、うん、もう一つ一致を目指します。一つヒントがあるものがあったんで、うん、それで気づいてくれればいけるかなっていう人なんで、はい、俺はもう全部に一応根拠があるというか、はい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 、こうだからこうなんだよねっていう風に言えるもの、うん、見覚えがあったりとか、うん、二人の共通意識であるものなんで、うん、まあどれだけ合うかお楽しみという感じでございます。いや、TK 兄弟マジでね、こんだけ振ってるからね、これでね、そうマジで振りじゃないですよ。振りじゃなかったらもう何も信じれない。いよいよです。兄弟じゃないっていう。確かに、いよいよ戸籍をもうね、持ってこないといけない。持ってこないといけない。称号して。そうですね、ちょっと、うん、持ってこないでいいように。そうだね。逆にこっちがあったらもう、あれ実は本当の兄弟だったって説も出るけど、一番合うんですか。合うかもしれない。なんだかんだね。うん、いやということで、はい、まあ弟たちね、ちょっと1時間半ぐらいかかると思うんで。そうね、絶対悩むんだよな。KK、トモキ、はい、奥は早いんだろうけど、うん。
めちゃめちゃ悩む。KK 来る時の車でもすごい意気込んでたもんね。なんかすっごい喋ってましたよね、一人だけ。やってるぞっていうね、気概があるんですよ、ね、やってるぞっていう。はい、ということで、どの兄弟が一番一致するのか、ぜひ皆さんも予想しながら見てください。グッドポイントということで、買ってきました。買ってきました。ということで、どうですか皆さん、自信のほどは。まあ、楽しかったです。最高。最高、最高でした。楽しんでるな、もう買い物楽しみました。なので、そう、当たればね、もうただで持ち帰れるんで、はい、確かに、うん、それはいい思いとして持ち帰ってもらいたいなと思います。よっしゃ、はい、まず、第1代目カチューシャ。カチューシャ。じゃあ、カチューシャ、内藤兄弟から、はい、発表いっちゃっていいですか。これでも合いそうだな。あるよ。意外とね、ここが唯一可能性として一番高いんじゃないですか。ありえる。ありえる。素人さんだったらそうかもね。でもそれもだから、キャストさんとかは素人だからこそ会う可能性ある気がする。あ、それ間違いない。これだ。でもそうなんですよね。そう。スタンダード。だから、お互いにその深い思い出がない分、はい、悲しいけど、悲しい。一番王道買ってくるっていうので会うかもしれない。これ優勝あると思う。マジで。正直、うん、これ1問目が当てたら可能性出てきます。確かに。よし、じゃあせーので出していきますか。はい、はい、それでは1問目のカチューシャ。せーの。わー、来た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 。すごいわこれ。大王道、思い出がないゆえの大王道。普通のマリッキーじゃないんだよね。そう、これがまあ見る中で一番シンプルで、なんか目立ってたっていうか、うん、よし。シンプルミッキーはね、あんま買わないんですよ、逆に。そう、来たら期間限定とかさ、やっぱちょっと買うじゃん。はい、いや、それがもう初心者ですもんね。そう、だんだんシンプルミッキーの方が逆に攻めてますよね。そう、逆に攻めてる。コアなファン感が出る。お金払った分、なんかつけたいんだよね。じゃあね、マジでそうだと思う。そう、もっと派手なのとか選びがちなんだけど、トッピングだと思ってんだ。そう。トッピングついて、同じ値段だったらトッピングつけるでしょっていう。いや、ということで、じゃあすごい1問目、正解です。1個目からすごいわ。これあるわ。これ可能性出てきました。似合う、2人とも。いや、ミッキーで。じゃあ、こちら1問目正解ということで、続いては、おにぎり兄弟いきますか。はい、これも正直自信あるな。あ、僕もあります。これ一択というか。そうですね、正直。正直これだけ。その可能性も、まあ、おにぎり兄弟だからこそというか。はいはい、まさにそう。正直、ディズニーとか関係ないというか。そうですね、僕らといえばみたいな。おにぎりの具材みたいなのありましたっけ。ここにおにぎり持ってやつ。いや、これありあるぞ、めっちゃある。いや、頼む、いいよ。いいですか。せーので、いく。はい、はい、いきますよ。はい、せーの、ドン。はい、いやー、すげー。え、すげー。これ、ハンバーガー。すげー、これの売ってた。それで合うんだ。下にあったよね、ちょっと。下にありました。で、確かにこれはもう一律それなんですけど、うん、これはその下にちょこっと。すげえ。やった、おにぎり兄弟といえばね。そう、やっぱ食べ物ですから。食べ物。グルメ系。これ何、期間限定これ、ね、初めて見たけど。これ実は期間限定。期間限定じゃないって。あ、そうなんだ。そうそうそう。パーク内で売ってるバーガーのやつを模してるやつですね。すげえ。似合うわ。ありがとうございます。はい、すごい。2連続で。これすごいですね。これすごい。よっしゃ。さあ、ということで、こうなるとプレッシャーになってきます。ディズニー編結構合う可能性ありますね。ありますよ。でもそれで合うのはマジですごい。すごい。これ合うのすごいよね。マジで。これもすごい、すごいでしょ。いや、すごいな、もうすごいって言ってる。本当にそれは素人だ。それは素人。素人って。素人でも合うかも。ただ、こう、いろいろ一緒にディズニー行ったりしてますけれども、今回、ボンボヤージュのみの選定なんですよ、これ。はいはいはい。そこが逆に難しかった。お、でもこれで合ったらすごいよね。だから逆に言うと。だから、うん、いや、そうですよ。これもうハードル上がってますからね。いや、もうどうですか。まあこれじゃないみたいな。こん中だったらこれじゃないみたいな。うん、ほうほう。はい、はい、なんか兄ちゃんなんすか。無駄しますか。まあね、多分合ってないんだろうな。何、火をてらったやつとか出してくれる。今の感じだとタイガさんがなんかこう特殊なやつで、ケイ君は王道なやつ言ってそうだから合ってなさそう。でも理由がちゃんとあるというか。はいはい。すべてに。でもとか言ったら。すべてにね。理由があっても。理由があって。はい。さあ、どうなるか。せーの。はい。こちら。
真逆だ。真逆じゃない、本当に真逆や、本当に違う。素人や、違う素人って言うな、素人って言うな、そんな想定だ。これ素人で、そうやって素人、これでさっき大喜びしてんだ。結構いるよね。いや、王道とこれはドルメシアン、ドルメシアン、だから俺と K で持ってるものにやっぱなるじゃないですか。はいはいはい、だから動画で使用したものみたいな。なるほど。で俺は豚のハム。ああ、そうでしたわ。トイストーリーで K が犬、101匹ワンちゃんの、101匹ワンちゃんじゃなかったと思うけど、あれ分からんけど、ドルメシアン、あれうろ覚えじゃん兄ちゃん。で犬なんで、うん、うわめっちゃ薄いよそれ。しかもこのスパンコールついたやつなんか今まで一回もつけたことないじゃん。そう、つけたことないよ。でも犬のやついっぱいあって、スパンコールのやつ違うだろうなって思って。俺も思ったよ。それでまあ一緒につけるんだとしたら、まあ、このスパンコールつけてない方ので、これ2択ぐらいだったんですよね、これ。そしたらもうこっちじゃないみたいな、王道でいいんじゃないみたいな。いやだから王道で、あどっちか、どっちのいいよ、どっちでもいい。薄いもんだって、だって記憶が、これの理由は何？記憶が違うもん。ディズニーの前で喧嘩しちゃったよ。この理由は何？これの理由は消去法。不一致です、不一致です。歌舞伎町かと思ったな。いや、ほんとそう、東横前浜駅じゃないよ。誰かに動画撮られるとこでしたね。小競り合いすごいっすね、相変わらず。前浜警察が来るとこでしたよ。ということで、不一致です。不一致でした、まさかの。はい、まあ、なくてよかったわ。まあでも総合数なんで。そうですよ、確かに。正直この後もう会う自信とかないんで、僕たちも。ないんかい、ないんかい。なのでもうこの後挽回できるんで。まあ良かったですね、合わなかった分ですね、あの種類多いんで、サムネ倍しますよ。そうだね、だとしたらかぶせないとダメだよ。完全これなのよ。だとしたらじゃあちょっとサムネ撮りましょう。はい、サムネ撮りましょう。ということで2問目は40周年記念グッズ。じゃあこれはおにぎり兄弟から行ってもらいたいと思います。いやもうね、僕はこれかなっていうのあったっす。お、これは自信あり。自信ないな。自信なさそうです。自信なさすぎて逆に待ってくださいよ、しめちゃんさん。で逆にこの自信ない中で、自信ない中、もうあのそんなミーハーな中のこれ。なるほど。素人案。あー、多分違います。あー、行きましょう。はい、行きましょう。裏表逆なんですね、これ。渋谷さんのバーガーがこれ。あ、嘘、裏表があるみたいですね。これやっちゃいました。2は裏で、2はこの野菜を見せるんです。なるほどね、レタスの部分を。はい、2です、これ2のための頼み方。行きましょう。はい、せーの、こちら。たーん、あー、そういうこと。これ見た、これめっちゃ見た。これはもうわからなすぎて、一番入り口の入ったところにあったやつをもう取りました。押してあるんだろうなっていう。確かにこれ40周年のやつだ。みんな買ってたのよ。そう、結構買ってる人いる。確かに、そっちの方がいいな。待って、なんだ、これあのポストカードセット、手紙か。そう、手紙をねこう書けるんで。なるほどね、僕のことをこう思ってくれてたら、そこでいけたんじゃないかなと。確かに手紙といえば奥君のイメージで。手紙キャラだもんな。ちょっと風船といえば渋谷のイメージも。いや、ない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 。そうなんですか。カードおじさんですから、もうあれね、ソロとも言うのね。そうそう。いやということで、これは難かったか。ちょっといろいろありすぎましたね。ありすぎた。場所も散らばってたんで、これちょっと他の兄弟も難しいんじゃないかな。これむずい、うん、ということで2問目不一致。あー、まあ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 、まだ貯金あるんで。そうだね。じゃあ続いて TK 兄弟。はい、まあ、いいのこれは。皆さんも先いいんですか。何、もう自信があるんですね。いや、自信あるんだったらいいですよ、俺たち先に。もう自信ないんで。先行ってください。あ、いいですか。どうぞ行ってください。これは来てるんで。あ、マジで。これはマジで不利じゃないです。あー、なるほど。もうめちゃくちゃ自信あります。嘘だ、嘘だ。今回友くんすごい自信あるね。嘘だ、自信ある。あの、もう本当にありましたね、ビビッとくるものが。ただこの YouTuber×40 周年、あっ、嘘、えマジ来た。 YouTuber×40 周年。何何、俺もそれを見たな。あ、わかる、うん、え、これワンチャンあるぞ、これ。いや、これあるぞ。あれ、なんで、そんなあった。そう、だからね、よーく見たらあったんだよ。あった、あった、あるかもな、これは。あれだわ。え、え、何、ディズニー特製グリーンバッグ。グリーンバッジです。そうそうそう。なになに、あれだわ、わかんない俺。うわー、来ました。うー、行きますよ。
コーラ記念コーラ来ました。これでこれマジでこれすごっすごいすごくない。これね、1個思った。俺も思いました。それ見てないわ。そう、これよく見たらあのお菓子の棚にちょっとあって、そう探さないとないよこれ。そうで、YouTuber といえばやっぱコーラっていうところで、うん、そう、これね、なんか一見40周年のグッズじゃなさそうに見えるんですよ。そうそうそう、ただちゃんとパッケージに40って書いてあって、オフィシャルのコーラなんですよね、これガチの、うん、ああそうなんだ、はい、ここちなみにそれでいくらですか。これで900円。安いわ。安くないよ。え900円。いやだってこの文字が印字されて900円なんて、これはもう絶対買いですよ。お土産でもめっちゃ安い。いやもうだから高い。毎日飲むようじゃないんだってこういうの。全然やっぱこっちだよ、普通のコーラよりこっちを。コーラより安い。しかも100、安くないよ。しかも安くないでしょ。190ml も入ってる。少ない少ない、高い。コーラの40年ものってことみたいな。違うよそれ、腐ってるんだよ。はい、違うんだ。寝かせ、寝かせてワインみたいに。ウイスキーじゃないから。ということで、まさかの2問目、内藤兄弟2問連続正解きました。いやすごい、すげえわ。これすごい。いや、これキモいわ、これなってんの。これちょっと優勝出てきたわ。これね、自信あるんですよ、ディズニー編。トモ君の今日の自信は侮れんね。侮れない。嘘じゃないんじゃ。嘘じゃない。マジかよ。よし。よし、じゃあ続いて TK 兄弟。はい。これはいいお膳立てをいただきました。いいね、連続で繋いで、うん、繋いでいこう。え、ってことこっちもコーラかな。あるか、でもあったっけみたいで、そんなに気づいてない。よかった、コーラじゃない。他にあるよね。あ、コーラじゃない。あ、他にあるんですよ。これはもう TK 兄弟といえばもうね、これはこうなんですよ。お互いコーラですよね。おー、じゃあもう一気のやつがあるんですよ。いきます。はい、せーの、貯金。おい、これなんだ、40周年って。これか。そうなんですよ。これ何なんですか。これ40周年のバルーンですよ。だからこれこうやって振ったりとか。あー、サーカスとかで、まあ、これ持って、回るわけ。え、なんて言ったの。サーカス、パレードサーカスとかです。サーカスないです。え、ディズニーのサーカス。ディズニー木下大サーカス、ディズニーなの。テントってないでしょ。パレードでっかいテント。パレードですよね。パレードで振るんだ。パレード振る。2人がまあこれ持ってると気も上がるよねみたいな。そう、これを持ってパーツを回るんだよ。あ、そうなんだ。これ600円とね、買いやすいんで。そう、私みんな買ってたんだよね、これ。そう、見る人だね。水着の人が目立つところにありましたよね。目立った、何箇所も見たった。そう、せー、この間、K がメイクたちとディズニー行った時にこれを買って帰ってきてくれたんです。あ、なるほど。メイコがね。そう、だから俺の部屋にあるんですよ。はい、ありがとうございます。そうなんですよね、こういう遊び方。にゃにゃにゃ、やかましいよ、やめて。ごめんごめんって、謝る。やめてください。謝るの一番かわいそう。やめてください。何も言わずカットしてくれるのが一番いいですから。それが一番優しいよ。俺悪かった。悪くない、悪くない。もっとください、もっと。兄の俺が悪かった。いや、俺も弟組のリーダーとして、これ申し訳ないの。いや、もう YouTube 界全体として謝るの。ごめんなさい。俺からもごめんなさい。ごめんなさい。かわいそう。あああんな寂しそうに帰る。ないの、ディズニー帰りこんな悲しい人。ミッキーカラーで来てるのに。ああ、確かに。そうなんですよ。昨日の夜から考えてきました。今日は絶対このコーデで行こう。いいね。こんな悲しい気持ちになると思いませんでしたからね。いや、でもすごい。うん、すごい。よかったよかった。1ポイント。よっけー。じゃあ続いて、はい、ミッキーグッズといえば。なるほど。ミッキーグッズ、これ一番難かった。これ難かったんすよ、ね、まあ言うたら全部ミッキーみたいなとこありましたもんね。そう、うん、まあでもこれでしょうという、うん、根拠はある。これは根拠あります。これだったらもうマジでストーリー本当に好きなんだな。ストーリーある。これ当たったらすごいと思う。すごいと思う。これはすごいよ。いいですか。はい、せーの、パンキー。あー、あー、そっちか。なるほど。これあの泡がミッキーの形で出てくるハンドソープ。これ好きですもんね。そう、これ好きですし、あのノージャンクの動画でもこれで一致してるんですよ。そう、そうそうそう。じゃあそれもう一択じゃないですか。そう、これ一択なんですよ、どう考えても。あ、でもどう考えても一択なんです。この間もディズニー行った時にそれ買ってきたん。え、なんだっけ、いつの時だっけ。家にこれあるんすよね。もう家で使うとしたら3台もいらないんですよ。開始が弱い。え、マジか。え、家に何台もいらないから。いくらあってもストックなんで、いくらでもあっていい。いや、中身詰め替えればいいよ。これでかくない？こんなでかかったっけ。いや、なんかね、一回り大きいです、これ。ね、大容量。なんかちょっと違います、今まで。ボディウォッシュですよ、これ。え？ボディウォッシュなんじゃん。
じゃあもう欲しいものともちゃいますよ。あ、自分が買いたかったものと違う、はい、勘違いもしとる。自分とも一致してない。やばい、欲しかったな。やばい、やだー。怖い、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 やめてください、それで、球芸がパンツで、なんでパンツ。そうですね、よくお土産でパンツ買って帰るんですよ、兄ちゃん。で、そのパンツの中で一番ミッキー柄のやつっていうの。地域兄弟、確かにパンツのイメージありますもんね。なんかパンツのいざこざが多い、とにかく。パンツ絡みのあれね、パンツが足りんけ、洗濯しないけんってパンツがないって騒いでたんですよ、一人で。今ノーパンですよ、それはおこと先生。じゃあ履いてますよ。履いてる、履いてますよ、オレンジのパンツ。いやー、ということでフリッチ残念。まあでもなんかどっちもわかる気がする。まあこれはむずいっすよ、定番ですね。じゃあ続いてはナイト兄弟、じゃあいきますか。これはちょっとむずかった。これはむずい、これはむずいけど、まあ学生時代一回買ったことあるよねっていう。いやもうだからそこまで言っちゃったら外れてる人何も言えないよ。もう内藤さんがほらもう恥ずかくだから。でもこれは一回俺動画の中でもうめちゃめちゃ重要なものとして。それを俺思った。そうでしょうか。あーこれあるなと思って。そうでしょう。いきますか、いくよ。せーの、ドン。かーこーそっちの色だ。迷った。いや、それ何、それ迷ったとか。ミッキー、ミニー、俺や。あれ、え、濃度も 50% だ。ミッキーの濃度が。そういうこと。 50% やし。そういうこと。そういうことか、ミッキーいればいいのかと思ってた。あ、どう。怖い怖い、叩かれろ、そんな。え、なんかね、学生のカップルが初々しくこういうのつけてるイメージがあって。いや違いますよ、これですよ、これ。 それですね。まあ正直迷ったね、それも。これはもう俺がそのお土産で買ってきてみんなに配ったんだっけ。はい、そう、そう、兄弟に行ってね、はい、あで、みんな花火離さず花火花火離さず、ね、花火離さずつけててくださいみたいな。そう、みんながつけてるやつ、バッグにつけてるやつ。これって5個しかなくて、俺だけ大きいのだったんですよね、その時。あ、そう、数が足りなくて色がなかったみたいな。そう、だからちょっと俺たち幸せ遠いかなっていう。遠いかなっていう。唯一もらえなかった。悔しかったもんね。そう、うわー、これじゃあワンチャンあったんだ。いやー、まあ、あった、当てれた、正直当てれました。これは俺が悪いわ。いやー、ということで一致ならず。申し訳ない。まあ、また後で配るんで皆さん。あ、まだ、もう大丈夫です。え、大丈夫です。もう多分1個目紛失してると思うんで。そろそろ配るんで、定期的に。バレそう。じゃあ続いて最後おにぎり兄弟。はい、おにぎりくん。いや、自信はないな。いや、あの僕ね、いや、なんかみんなミッキーグッズちょっと弱い、ミッキー感が。ちょっとあんま言わないでよ。すいません。あとから出そうが外れになる。そうだ、言いたいんだよね、言いたいんだよ、言いたいよね、言いたくなっちゃった。前置き入れたいんだよね。いいですよ。はい、どうぞ。せーの、ドン。ドン。うわー、ちょっと、合うか。ミッキーちっちゃいです。いや、そんなもう濃度の違いがすごいですね、二人の。合わないだろうから安く抑えようじゃないの。いや、なんか青でなんか違くないですか。タオルで、もうこういうの買う二人ではないだろう。なんかミッキーのぬいぐるみとか。ちょっと実用性でハンドタオルで青。お互いなんかもう、え、これでもミッキーグッズで。どっちもなんか、理由はどっちもどっちというか。いや、だって夏でミッキーグッズでもこれでしょ。ミッキー乗ってるけど、なんかミッキーのそのメカの方が目立ってる。おにぎり兄弟要素とか、それはあるんですか。これはやっぱ俺あげたことあるよね、そのハンドタオル誕生日に。まあ、そうですね、あると思います。いや、嘘だ。なんか違うわ、記憶にないけど、ないですって言ったらなんか申し訳なさそう。もしかしたらあるかも。いや、嘘つきました。でも、もう分かんなすぎた。なるほどね、全く分かんないから。これはどっちも独特じゃない。これちゃうん。これはね、でも合わないな。なんかね、ミッキーが弱いって言われたから、ミッキーのぬいぐるみドンとかと思ったら、めちゃめちゃリストファンミキー、まあ、欲しくなるけど、確かにいいね。めちゃめちゃいいでしょ、これ。欲しくはなる。水がちょっと出てくるやつ、ね、
そう、これシュッてやると水出てくる。自分で欲しいやつ買いました。ありますやん。めっちゃもうこんなもう影マグロシルエット。そう、これもうビッキーの影。ネクストからずヒントですけど、もうこれ容疑者じゃん、ビッキー。一番薄いかも。え、いいですか。どうぞ。もうしかも俺じゃないかい、クレーンの。俺でもないんかい、クレーンの。欲しいものって言ってたね。見て、これさ、ここもミッキーになってる。あ、ほら、隠れミッキー。隠れミッキー。隠れミッキー。あ、ミッキー来いよ。あってことは言えるか。ミッキー色っぽいか。ミッキーがいい。いや、ちょっとそら隠れなんて言っても意味ないんですよ。ガチミッキーが一人いた方がいいんだって、こういう時は。いやー、振り込みがすごい。今俺顔拭いちゃったけど、ちょっとトモくんタオルね。いいんですかこれ。今日も汗だくで走って集合してるからちょっと近くそうになって。すいません、いただきます。一曲でもうここでプレゼント。はぁ、せめて俺に出してくれよな。せめてさ。いや、でもダメだった。いや、これは難しい。これはね、難しい。わかんない。ということで、フリッツでした。はい。パーティーの始まりだ。今、え、ナイト兄弟が2。2ポイント。で、ここが1、1。はい。1、1。いい勝負だ。ねえ、このままリードを守れるか。ここ大事だわ。続いて、4問目。1000円以内のお菓子です。はい。これは自信ある。お、よかった。うわ、よかった。マジで。よかった、よかった。俺も自信あったんだ。うわ、これ適用だよ。あります、俺は。うわ、やばい。これ並ばれるかもしれない。僕並ばれるのやだな。これは正直俺全く自信ない。ね、ある。もう強いな、あるんだよ。今日ストロングスタイルで。あー、俺も。ね、ある。ただ俺は完全にトモキに合わせてます、これは。あんま言わない。あんま言わないよ、しょ。はい、あんま言わない。これは世間に合わせてる。いや、じゃあもう。じゃあもう出しちゃおう。やば。はい、いきます。1000円以下のお菓子。せーの、ドン。アップ。アップ、アップ、アップ。え、これはむずい。もうこれわかんない、わかんない、わかんない。トモコみたいになった。わかんないよ。ディズニーのお土産といえばなんですよ。クランキーチョコでしょ。そう。ただ今回1000円以下っていう縛りがあるから、それがなしになるじゃん。クランキーないの、1000円以下で。そう、ない。そう、一切なかった。そうで、クランキーの次に定番なのこれなんだよ、多分。マジでこのクッキー。そう。そうなの。見たことない。見たことないよ。これはもうめい、これはですね、900円で24枚入ってるクランキーチョコに次ぐコスパの良さなんですよ。え、でももらったことないんだけど、これ。え、うん、見たことない。袋が1個だから分けにくいですね。ね、開けたらこれが出てくるっていうね。でもなんかみんなの反応見る限り俺ずれてんだな。いや、でも俺も正直全く手軽になったんで、これチップとデール、なんかトモキがチップとデールに似てるみたいな。まあ、リスですもんね。そう、リス。あー、そうか。アニマルズも。そうそうそう、アニマルズでリスで、イメージとしてはチップとデールが一番近いかなと思って。やば。そう、しかもその弟トークの時もそのちょっとチップとデールの下りやったんですよ。チップとデールの下りやったか。やった。やった。うん、あのドンズベリー。やった。ちょっと見せて。下りとかあった。そうですね。ということでね、あのチップとデールとトモキでやっておりますけど、誰が東京ディズニーランドのキャラクターやね。から。これは一致しない。記憶から抹消。滑った記憶で一致させる。こっから始まったの。弟トークは。俺さっきデータ見返したんだけど、めっちゃ盛り上がってて。3人では。はい、もう7、8分ぐらい撮ってる。めっちゃ盛り上がった。質のいいサブちゃんぐらい撮ってる。めっちゃ盛り上がった。そのまま使えるようなね。わ、でこれ中はこれクッキーだね。あ、じゃあ一致じゃん。もうほぼ一緒みたいなもんですね。材料で言わないでください。小麦で一致。じゃあ一致か。砕いたです。さあ、ということでこちら残念。さて、ウィッチです。いや、並ばれる可能性ある。やばい、ここで並ばれる可能性ある。わっしゃ、チャンス。じゃあ、続いておにぎり兄弟に。はい、行きましょう。これ自信ある、正直。これマジである。え、マジ。マジ。ウィッチするわ。しかも買ったことない、俺、こんな。でも、おにぎり兄弟っぽいところ。そういうこと。行こう、持たしちゃう。はい、行きましょうか。行きますよ。1000円以下のお菓子ですよね。はい。せーの、グミ。グミ。40周年グミ。グミやられた。グミやるか。やっぱこれはね、渋谷さんのキャラクターのおかげですわ。いや、グミやった。そう、俺もこれ探して結構 見つけづらかったよね。いや、めっちゃ存在感薄かった。確かに見なかった。あったんじゃ。グミ、あ、個包装だ。そう、ちょっと、ありがとうございます。個包装グミ。意外と合うね、すごいわ。あ、本当だ、もう。ね、
マンゴー、あ、おいしい、おいしい、あ、おいしい、落とした、落とした、やばい、これこんな感じ、すごい。これはちょっと自信あったんだね。レモン味とマンゴー味が入ってる。しかも40周年だよ。そう、これだから40周年の方とどっちにしようか迷ったけど、まあ1000円以下のお菓子。なるほどね。そう、でもこれこういうに置いてあるからグミって分かんなかったね。そう、あ、そうだ、そうなの。でも一致するのすごい。これすごいわ。よく見つけた。ありがとうございます。いや追いついた。いやすごい。二問目正解。すごいよ。並んでる。正解率高い。いや、だからそう、食べ物系なんですよ。そうだよ。おにぎり兄弟谷川。確かにそのヒントがね。ありがとうございます。いや優勝見えてきた。きたきた。さあここで TK 兄弟一致しないと優勝の可能性はなくなってくる。うん、だ半分合ってますもんね。そうだね。これはでもね揃います。あるよね動機が。うん。これ自信ありそうだね。めっちゃ見たことあるやんこれみたいな。しかもおすすめをね。おすすめ。わ。ええ。皆さんにおすすめできます。渋ジャパさん好きそう。あ、好きそう。食べてみたい。さあ、何が出てくるのか。ポップコーンかな。あ、ちょっと、あったの。ポップコーンだ。ポップコーンのやつは1600円だったのでダメでした。なるほど。高かったね、あれ。こちらでございます。せーの。さつまいもスナック。これですよ。むしろこれ一択みたいなとこありました。そう、1000円以下のお菓子だったら。本当はあのチュロススナックね。チュロススナックもしくはパスタスナック。そう、行きたかったんですけど、パーク内しか行きたかった。なるほどなるほど。それ以外で私たちの方の動画で出たことがあるのはこれだけだった。なるほど。気になる。これね、あのだからポテチのあのさつまいものやつ。はいはいはい。しかもこれめちゃめちゃいいのはこうジップロックになってるんで開けた後も閉じやすいっていう。上が閉じれるんですよ。これおすすめです。あ、うまっ。バター効いてる。はい、うまい。プーさんなんだ。プーさんの。これ600円です。おいしい。安い。やばい。メガメガ。ディズニーこっち安く感じるね。ねえ、ディズニーで600円のメガ買えるなんてね。そう、一歩外の道路出たらめっちゃ高いね。中に入ってるやつ。ボンボン味がギリってことですね。そうそう。なるほど。それ超えたら安くなるけど。コーラも高いんですか、あれじゃ。だからここにいたらめっちゃ高い。高いな。マグネやったら強いやつ。オッケー、ということで2問目クリア。やばい、全員2ポイント。すごい。ラストに。ラストに持ち込んだ。これでラストか。これでラスト。いきますか。チキチキティー。ラストはマグカップです。これちょっと僕は特別ルールを設けるし、逆に揃わない。なんかその、何を言ってたの。何を言ってたの。すごいこと言ってる。逆に揃わない。いや、でも違うんですよ。これ僕はもう意図があったんで、逆に揃ったら失敗にしてください。いや、これね、ちゃうね。ちゃうね。揃ったら失敗ね。ちゃうね。まあ、でも普通に、あ、でも出してからがいい。出して、じゃあその理由を聞いて罪を上げていいですか。なんかどのパターンが全然想像つかない。揃ったら失敗にしてほしい、本当に。何を言ってんのか。絶対揃うってこと。いやー、違うねん。違うねん、ちょっと。後から話詳しく聞いて。それ次第、それ次第。それ次第ではちょっと手出る可能性ある。そうっすよね。逆にめちゃめちゃ感謝されるもんね。出た瞬間、俺たちどうリアクションすればいいか分かんない。俺これ自信あったわ。はい、僕も自信あります。はい。いきます。はい。せーの、じゃん。こちら。あー、こっ、まず、これおにぎり兄弟っぽいなと思ってたんで、確かに顔が似てるっていうね。このクマのこれ何、トイストーリーの超悪役なんだっけ、ロッチみたいな。あ、そう、ロッチみたいな名前ですよ。ロッツ、ロッツ、ロッツだ。ディズニー史上一番悪いキャラ。ディズニーの悪役って普通、まあこう悪いことするじゃないですか。で、正しい奴らに促されて最後は回避するじゃないですか。確かに救いはあるね。こいつ一回助けられたのにまた裏切るんですよ。ディズニーキャラで一番悪い奴だよ、こいつが。悪ろ、コップ悪ろ。そんな悪い奴。こいつマジ悪い奴。ええ、一番悪い。今日二人に顔も似てるし。確かに。今 YouTube 史上一番極悪兄弟って言われてる。そうなんですか。おにぎり兄弟。それはどういった理由。なんかこれの黒が売ってあったんですよね。で、これの黒がちょっとコーヒーっぽくて、それを僕のために買ってきてくれるかなと思って。で、それとペアを作って渋谷さんに差し上げようか。ペア作りたかった、これ。何を言う。さあ、いつでも手出してください。いつでも来てください。ペアになってたら1ポイント欲しかった。1ポイント欲しかった。なんか嫌なこととかあった。結果違うから。結局違う。全部違う。いや、じゃあ渋谷さん、新婚さんなんだよ。
ペアにしてあげたかったんですよ。ああ、なるほど。なるほどね。なるほどね。そうです。いい話。あ、そういうことか。結構祝いとして。プライベートで。普通に。ああ、そういうことはあったな。まあでも全然結局違ったんで。ということで、サンダルフィッチ。わあ。じゃあ続いて、ちょっと TK 兄弟自信ある。いやー、わかんないですね。五分五分ですね。そう、マグカップはまあないよな、揃うかどうかっていうのはね。ないっていうのが逆にみたいな。まあスタンダード選ぶみたいな。そうそう、先行きますから。先まあじゃあ順番通り。最後トモ君が気になるとか言って。とか言って。とか言って。いや、ここ揃ったらすごいよ。もう優勝。これはあってほしい。これ今まで手がかりとかない。ないっすね。あんまないっすね。だよね。あんまないけど、まあだからその中でどうよってことだよね。でもこれでしょっていう感じです。揃ったらすごい、これは。さあ、感動、奇跡起きるか。どうかな。揃ってくれ、マジ。頼む。せーの。あー、惜しい。なんだ。あ、そうそう、タイガさんはそれ選ぶと思った。あー、思ったでしょ。それ選ぶと思ったでしょ。これ見当たらんかったわ。一番下にあった、これ。そう、なんか思ったんよ。ハムあったらそれだなって思ったけど、見当たらんかったわ。ロッツォのとこにありますよね、多分。なるほど。わー、マジか。で、これがこれなのよ。お前、どこで合わせんねん。あ、じゃあ、オくん一緒に。さあ、こちら。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。しかも、俺たのケーキなのね。俺ら何の言ってもないのか。いや、でもいいとこ取りみたいな。そうそう、まあ俺らが、ね、自腹になるかもしれない。ああ、まあそうだね、そうだね。かありがとうございます。いやー、そうなんですよね。目に入ったやつの中で、なんかこの一番使いやすそうだなって思って。まあこのシリーズ結構ね、その上の方にあったっていう。そうなんですよ。普通に可愛いなって思って。かわいい、かわいい、うん。いやー、ということで、残念不一致。マジか。いや、TK 兄弟5分の2はちょっと不甲斐ないんじゃないですか。ちょっとすいません、弟が不甲斐ないです。俺です。この1企画で片岡が攻められることあんのかよ。いやー、ちょっと難しかった。むずい、最後の親父ってのがちょっと難しかった。あー、そうですね。いやー、じゃあ最後ぜひお願いします、はい、3ポイント取って、もう終わりたいと思います。同一だったらこれみんなで割り勘ですか。あ、そう、もう自分で買ったの、自分で持って帰ってもらって。あ、そうだ、紹介しようと思ったんだけど、こちら見てください。100周年のメダル。これボンベアージュで視聴者さんが気づいてくれて、これぜひ、これをもらって。うわ、そう、100周年、ディズニーが100周年、ウォルトディズニーが100周年のやつ。100歳ってことですか。そう、100歳って。レアなのかな、かもしれない。これあれですよ、あの100円を入れるとメダルが生成される機械があって、うん、自販機みたいな。あ、100円かねえ、そんな言い方しないでよ。違うやん。そういう振りだったやん。そういう振りだったやん。今のはね、振りでしたね。振られたやん。今のは。いや、でも気持ちが嬉しいっすよ。そう、もうこれ、いや、ぜひこれあげるんでって言われてもらって。レアなんじゃない。そう、でも100円だから。言わせるなって。おい、おかしいでしょ。言わせるなって。いや、振りがあったから。振りがあったからね。それくださいよ。いや、ダメだよ、あげらんないよ。だって、欲しいな。あれ、100円だから。やらかしいだろ。やらかしい。ファンの人に気持ち考えてくださいよ。ファンの人がわざわざくれない。やめてくれ。大事にして。もう、悪いわ、みんな。やめてよ。ダメ。もう、ありがとうございます。これ大切にね、これをもらって帰りたいと思います。ありがとうございます。でも、この力を得て、もう最後揃えますよ。これ揃わなかったら、ちょっと、もやっとしますもんね。なんか、3組で割り勘みたいな。そう。最後はもう、白黒つけましょう。やらせていただきます。で、あの、これは本当に、2人とも、王道っていうか、一致してない分、一番王道いくんじゃない。王道？あ、大丈夫。お、来て。王道ね。はい。あるかも。うん。いきますか。はい。それでは最後、マグカップ。せーの、ドッ。いやー、ちょっと惜しいな。そのマグカップ人気だな。そう、これが俺と一緒ですね。いや、KK と一緒のこのディズニーランドの一番シンプルなやつですね。これ隣にあったわ。あった、ありました。仲良しクラブ。仲良しクラブって書いてある。仲良しクラブって書いてあるマグカップじゃないの。いや、これあったんだな。あったな。いやー、こっちかー。ということで、こちらも一致ならず。ということで、今回の結果、全員2ポイントで割り勘です。おーい、おーい、割り勘か。初めての
言うて入場できるぐらいの金額かかりましたよね。結構意外とやっぱ5つだったらね、意外とかかりましたよ。あしかも初めの方にみんな会っちゃって最後は意外な展開でしたわ。でも正直1個も合わない可能性もあったから。ありましたよね。すごい兄弟で222で合うってすごいよ。すごいよ確かに。いやということで、はい、ぜひディズニー40周年コラボ企画で楽しんでくれたらチャンネル登録やそれで高評価お願いします。勝手にコラボ勝手に案件みたいになんかも撮らせてもらえないので外でコラボ動画ということで、またね、もう一つディズニーに絡んだ企画この後撮るんで、はい、はい、ぜひそっちも楽しみにしてください。中入れる、次こそやったー、ちょっと楽しみにしてください楽しみ楽しみ。それではまた次回のディズニー動画でお会いしましょう。それじゃまたね、んーバイバイ。バイバイ。まあいいお土産になったんじゃないですかね。ね、確かに、そう使いたい、嬉しい。次ディズニー行くときみんなこれ持ってきて、あ、いいね。で、あとあの風船も絶対持ってきてもらって、今から配るんで。ちょっとその時まで持っててもらえません俺が自己管理ちょっとさすがに難しいんだよね